ふわ、そろそろ始まるぞ。メイの計算によると、彼女の降臨まで、あと1時間しかない。はい、ケビン。今日という日が終わっても、人類の歩みが止まらないことを願っています。ああ、きっとそうなるよ。もし君にまだためらいがあるのなら、振り返って地球を見てみるといい。顔を上げるたびに、僕は宇宙の暗さと冷たさに寒気を覚える。それでもそこには温度がある。地球が僕たちを育て、星が僕たちの頭上で輝いているから。ケビン、メイ博士との言い争い、そしてあなたに言った言葉、申し訳ないと思っています。命を託せる人に謝る必要はない。そうですか。では何を言えばいいのでしょう。約束だよ。僕たちの中に生きて、この戦場から出られる人がいたら、その人はより多くの責任を背負うことになる。メイが用意した聖魂計画、火種計画、箱舟計画などのプラン、みんなが賛同しているわけではないけど、これらの努力は人類の復興に種をまいてくれるだろう。生き残れた人は、それらの種が同じ過ちを繰り返さないように、新たな文明が育つまで守らないといけない。崩壊を永遠に終わらせる希望はその中にあると僕は信じている。その日まで人類は多くの犠牲を伴うけど、でも人類は永遠に希望をなくさない。
空の律者の行方を追い、リタロス・バイセは再び天球史に入り追跡を開始した。しかしその地で待ち受けていたのはヨルムンガンドの陰謀であった。その牙にかかり窮地に追い込まれてしまうリタ。危機に瀕した彼女へと手を差し伸べたのはリタの標的であるキアナであった。今カリウドと獲物の運命が一つに交わる。キアナ、私寝てたの？なんか変な夢を見た。夢の中で私は月に立ってて、大きな戦いに向けて準備してた。あと男の人が私に声をかけてきてね。その顔はどこか見覚えがあるのに、でも知らない人で、彼は私をファーって呼んでたの。キアナ、それは私の過去だよ。何かしらの原因で私たちの意識が交錯し始めたのかもしれない。あなたの夢とともに私も昔のことを思い出してきているからね。今まで話す機会がなかったし、言っても信じてもらえないかもしれないけど、私はただの天命のバルキリーじゃないんだ。私の人生はあまりにも長く、あなたたちの言う全文明起源まで遡ることになる。私はあの時代の生き残りだ。え？委員長が普通の人じゃないって気はしてたけど、なんだか答えを聞いてもいまいち信じられない。じゃあ実験室で見つけた委員長に関する記録も全部本当なの？委員長と会話してたあの男の人は？ケビン・カスラナ。彼はあなたたちカスラナ一族の子孫、全文明の終焉の戦いの生き残り、人類最強の守護者。あの戦いで彼が犠牲になっていたなら、そうなるはずだ。しかし終焉の戦いの結果はあまりにも惨烈で、それが私を変え、ケビンをも変えた。戦いが終わった後、ケビンはヨルムンガンドなる組織を作って、全文明が残した人類復興計画に取り掛かった。ヨルムンガンド、それって聖魂計画の？ええ、
その計画は人類にとって必要なものかもしれない。でもその対価は人類が永遠に支払えないものかもしれない。ケビンが越えてはならない一線を越えたと、彼のやり方には賛同できないと反抗し始めた者がたくさん現れた。その後ケビンは突如歴史の舞台から姿を消した。何があったの？話すと長くなるから、それは機会があったらまた教えるよ。でもそれによって安堵する人がたくさんいたのは事実。ケビンが消えた後、ヨルムンガンドもバラバラになった。消滅したものだと私は思っていた、数百年前にね。でも上条製薬の地下実験室で私の過去を記録したファイルが見つかり、そしてあの見覚えのあるマークを見たとき、ヨルムンガンドは消えてなんかいない、ただ影に隠れ主の帰りを待っていただけだと分かった。よく聞いてキアナ、もう天球史にとどまっていてはいけない。もしあの男が帰ってきたら、このすべてが彼の計画によるものだったら、ここは危険すぎる。彼のことだから、あなたの存在を見つけたらきっと手加減しないはずだ。昔はあなたを守れたけど、今の私では。もう逃げるしかないの、今までの3ヶ月みたいに。でも委員長、どこに逃げればいいの？繰り返し繰り返し逃げてきたよ。怖くなって後ずさりして、体を丸めて物陰に隠れて、それで最後まで逃げ切れたことある？私は天球史を出ないよ。いつか過去を思い返した時、自分がしてきた選択が逃げることばっかりだったなんて、私ごめんだもん。あなたがそう決めたなら反対はしないよ。でもケビンが天球史にいるという確証を見つけたら、一時的でもいい、必ず一度撤退するんだ。成婚計画、天命のワクチンは1年前から新州に運ばれるようになってたけど、ヨルムンガンドの計画もその頃から始まってたのかな。いや、ワクチンの改造は計画の一環に過ぎず、成婚の活性化もその一歩に過ぎないはず。ただそれを知る者はヨルムンガンドの核心メンバー以外いないだろうね。今の状況、きっとヨルムンガンドは行動を早めると思う。私たちに残された時間は正直そう多くはないかもしれないね。
これからどうする？一番シンプルな方法は工業エリアに戻って、あのゾンビに指示を与えてるやつを見つけ出すことかな。彼女は計画の鍵っぽいし、きっと何か聞き出せるはずだよ。リタがそこで騒ぎを起こしてくれたおかげで、まだチャンスはあると思うんだ。さっきの工業エリアでの戦闘で体力を消耗しすぎた。無理しないで、キアナ。少し休まないと。もう十分休んだよ。それに行動が早ければ早いほど時間もいっぱい稼げるでしょ。リタはどうする？このままここにいてもらおう。前に進もう。分かった。前に進もう。分かった。前に進もう。前に進もう。分かった。前に進もう。分かった。招かれざるお客様ですね。
誰かと連絡を取っているのでしょうか。先ほどは気づかれないよう身動きが取れなかったため、よく聞き取れなかったのが残念でした。とにかく、これ以上ここにいるわけにもいきません。キアナさん、ヨルムンガンドの注意を引きつけておいてくださいね。こちらにもやるべきことがありますから。艦長様、お茶などはいかがですか。副隊長、心配していました。アルビトルさん、ご無事で何よりです。かしこまりました。空の律者に助けられたんです。どうして彼女が私たちを助け、それは私もよくわかりません。副隊長、本部に連絡しようと試みたのですが、妨害を受けてしまった。わかりました。まだ危険から脱していませんよ。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。していませんよ。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。出していませんよ。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。通信が取れない以上、メッセージを残すしかありませんね。ミッションコード、シュメッツ。報告対象、リュランダル。報告人、リタロス・バイセ。リュランダル様とはしばらく連絡を取れていませんが、キアナさんのご友人たちはそろそろこちらの招待に反応する頃でしょうね。ご用でしょう。
進捗はどうだ。上条製薬の秘密が暴かれた今、実験に残された時間は多くない。すでに人手を全部投下したさ。私は魔術師じゃないからな。魔法なんて使いやしない。天命のバルキリーが起こした騒ぎのせいで、ペースが乱れちまった。でも、それはどうでもいい。一番危険なのは、空の律者もこちらを狙っていることだ。あの律者の娘は、この計画を台無しにする火種になりうる。足止めするんだ。足止め？あいつは憎いけど、私は狂ってない。たとえお前が今の10倍以上の化け物を作り出し、そいつらを全部向かわせたとしても、空の律者を足止めできないくらい力の差は歴然だ。第二次崩壊で彼女が何をしたか思い出せ。律者との戦いは人数を増やせばいいってもんじゃない。それは私よりお前の方がよっぽど分かってるはずだ。一時間前の現場記録を確認したが、あの娘は資料に記されている律者レベルの破壊力を有していないかもしれない。覚醒したばかりで、自分の力を完全にコントロールできていないのだろう。彼女に対するあんたの恐怖は、子供の頃のトラウマに過ぎない。それに以前聞いた情報によると、新たに生まれた空の律者は、天命本部で暴走するも、わずか数時間で制圧されている。当時、天命には S 級バルキリーが3人いたと聞いたが、そのうちの1人、リタ・ロスバイセは、あんたと手合わせしたばかりだろう。結果、我々が用意したトラップにまんまとやられたではないか。これでわかるはずだ。神聖律者の力は、あんたが思っているほど手の届かない存在ではない。かもしれない？聞いた？お前の話は仮定ばっかりだな。天命の司教が別の手を隠し持っていたらどうする？オットーが、あいつはバルキリーの背中に隠れる臆病者だということを誰もが知っている。オットーに問題を解決する力があると信じるぐらいなら、奴が卓越した装甲を発明し、退役間近のベテランバルキリーに装備させて、一撃で空の律者を倒したと言った方が信じられる。そのユーモアセンスには感服するよ。
渡りガラス。成婚計画のために組織は何年も準備してきた。災害により警戒状態に入り、かつ市民の疎開が即時にできないほど人口が過密な巨大都市。今以上に理想的な実験条件はないし、今後も見つかる保証はない。それに最も大事なことは、孫主がここを見ている。ここで人類の未来を見たいと願っておられるのだ。私たちに退路などない。すべては蛇の望むままに。行動に移そうとしてるみたいだね。私たちが着いた途端すぐに行動を開始するとは、少し都合が良すぎる気もするけど。車が動くよ。ベストなタイミングは自分たちじゃ選べない。そうでしょ？準備できたよ。
工業エリアから十分距離が取れたら行動するよ。キアナ、あのマントをかぶった女には注意して。リタとの戦闘を見たところ、彼女は陰湿な手段を使うのが得意なようだ。分かってるよ。倒れてたバルキリーたちもあいつのガスのせいで戦闘不能になったんだから。あのガスは不朽なる刃を無力化できる。おそらくヨルムンガンドは体内の崩壊エネルギーを無効化する化学兵器を用意したのかもしれない。だけどそういった兵器には2つの弱点がある。1つ目、もし相手も崩壊エネルギーを使って戦うのであれば、自分が巻き添えを食らわないよう遠くに逃げなければならない。2つ目、それらの機体は密閉空間でないと効果を発揮できない。それがあのマント女がリタと直接戦わずに実験室で罠にはめることを選んだ理由だね。屋外で彼女と1対1で戦える機会を可能な限り伺って、同時に万が一の準備もしないといけない。ねえ院長、それでも私思うんだけどさ、彼女とは早々に決着をつけなくちゃいけないって。者の体は随分と頑丈なんだな。これであんたも崩壊エネルギーを使えない。平等な条件で私と戦える自信あるの？お前に平等など永遠に訪れない。狩猟開始。
たたち、ここで一体何をしたいの？お前の質問に答える義理はない。ジャッカル、片付いた。予想通りだ。対処法を見誤らなければ律者も倒せない化け物ではない。渡りガラス、彼女を実験室に連れてこい。高校の憂いは早々に積むのをおすすめするが、今殺したらもったいない。律者だぞ、生きている律者だ。今すぐにでも彼女を解剖したいくらいだ。狂ってやがる。そいつは私が連れていく。残った者は仕事を再開しろ。あらあら、少し遅れている間に倒されてしまっているなんて。でも悪いことばかりでもありません。少なくとも血清ガスには解毒剤があることが分かりました。それではもう少し耐えてくださいね、キアナさん。何せこの意地悪なメイドをあなたは顎で使ったのですから、目には目をということにいたしましょう。ひとまず今は支援が早く到着することを祈るばかりです。招かれざるお客様ですね。どうやら警備がかなり厳重になってきたようですね。副隊長、ディランダル様からまだ返答はありませんが、本当に続行しますか？勝手な行動は慎むべきかと。
その前の行動の時点でだってリタさんは不利な状況に陥っていました。そして力を失ったまま一人で任務を遂行するのはあまりにも無謀ですよ。アルビトルさんの言う通りですね。指揮の失策、判断ミス、そのせいで部隊に損失を与えました。リーダーとして私は全責任を背負うべきです。でも作戦が終わるまでここにいる私にはヨルムンガンドの計画を止める責任があります。計画を止めるですか？リュランダル様が到着すれば速やかに勝利を手にすることは確かです。です。万が一デュランダル様がここに来られなかったら、もしくは彼女がここに来る前にヨルムンガンドがすでに計画を完了させたら、そうしたらこの都市はどうなりますか？勝利というものが数えきれないほどの人々を犠牲にして、その屍に埋め尽くされた場所で敵を倒すことなら、そんな勝利バルキリーとしていりません。ですのでデュランダル様からのご返信があるまで私も何かしないといけません。これは私が自分に与えた指示、私一人の任務です。感激しました。それほどまでの考えに及びませんでした。お許しを副隊長。でもくれぐれもお気をつけください。今の副隊長は一般人よりも少し強いだけの状態ですから。アルビトルさん、バルキリーの戦いは何も崩壊エネルギーに頼るばかりではありませんよ。今まで受けてきた訓練は私の体に刻まれています。一日も忘れたことはありません。疲れを取るなら休息が一番ですよ。副隊長、英鉄装甲の調整が完了しました。まだ崩壊エネルギーは使えませんが、限られた時間の中でなら今まで通り機能します。ありがとうございます、アルビトルさん。では例の解毒薬から。ご心配いただきありがとうございます。ご安心ください、艦長様は私がお守りします。艦長様、お茶などはいかがですか？まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。まだ危険から脱していませんよ。かしこまりました。
まだ危険から脱していませんよ。研究所です。館長様は私がお守りします。手がかりはその研究所から入手できる可能性。待ってください。エオス号の残骸がすでにバラバラにされようでしょうか。運ばれたのでしょう。嫌な予感がしますね。まだ危険から脱していませんよ。また兄の夢を見た。彼と別れたその日の夢を。破壊は突如訪れ、私たちは故郷を離れるほかなかった。食料、薬、水、何もない環境で人々は物資をめぐって狂い、殺し合いをする。災害から逃げ延びる道中でたくさんの人が死んでいった。私も生き残れるなんて思わなかった。あの男が私たちの前に現れるまでは。君はまだ若いから理解できないかもしれないが、よく聞いてほしい。白化に祝福されし少女よ。命というのは高く脆いものだ。人が生き残るには無数の命が犠牲になる必要がある。丘陵からその血肉をいただき、稲穂からその種をいただき、木々から薪と果実をいただく。無数の破滅が一つの命になる。その代価は極めて高い。この困窮した時代では、そのような犠牲を許される価値のある人間だけが生き残れるんだ。残念ながら君のお兄さんにはその価値がない。お兄さんの言葉を受け入れるべきだ。君が生き残るために犠牲になった者たちの代わりに勇敢に生きるんだよ。君の価値を見せてやるんだ。彼は私を連れて、私を守り、私を訓練した。しかし、今になっても
兄の夢を見ることが怖い。ちゃんと生きているかと兄に聞かれるのが怖い。しただろう。自分のことを誇らしいと思ったか。あんたは空のリッチャーを倒した。ヨルムンガンドの意志は止められないことを証明したんだ。同時に崩壊がリッチャーに破壊的な力を与えても、そいつらは血と肉でできた体にしか過ぎないという私の結論を証明した。ジャッカル、お前何をしているのか分かっているんだろうな。分かっているさ。組織が設立されてから生きているリッチャどころか、リッチャの研究サンプルすら入手できたことはない。彼女に対する研究は崩壊の本質を理解するのに飛躍的。その研究とやらで崩壊により死んでいった人を生き返らせることはできるのか。我々研究者にとってこの機械が何を意味するのか、あんたには理解できまい。敵を理解できなければ敵に勝つチャンスは永遠に来ない。それがあんたにどれほどの苦しみを与えたとしても、それを受け入れ、その正体をはっきりさせ、倒す機会を探るのだ。それができなければ、あんたが今まで経験した苦しみは無駄になる。個人の苦しみも失敗も所詮数十億分の一という微々たるものに過ぎない。治療が必要な苦しみは一つだけ。それは全人類共通の運命、崩壊がもたらした苦しみだ。だから今は自分の仕事をするがいい。空の律者はお前の手元にある。起動のスイッチもすでに用意できた。今となっては誰にも計画の邪魔などできないさ。スイッチを押そう。2時間後、天球市の人々は神聖を迎える。艦長様、
前に入手したデータによりますと、このエリアは工業エリアの薬物研究所になりますね。うまくいけば、この中に解毒剤の手がかりがあるはずです。もし、もしもの話ですが、副隊長が敵に見つかってしまいましたら、英鉄領圏の自動モードをオンにしてください。危ない時にフォローしてくれます。アルビトルさん、少しは私を信じてくださる？疲れを取るなら休息が一番ですよ。かしこまりました。ご安心ください。艦長様は私がお守りします。ご用でしょうか？ご安心ください。艦長様は私がお守りします。艦長様、お茶などはいかがですか？キーワード HSN-B46。 保管場所はここですね。疲れを取るなら、やはり休息が一番です。厳重に守られています。メイさん、お久しぶりですね。あの人を通じてあなたが送ったメッセージを受け取りました。約束したことはもう果たしました。次はあなたが約束を果たす番です。この工業エリアの管理棟底部の奥にヨルムンガンドの実験室があります。そこでは崩壊関連の実験がいろいろと行われていました。キアナさんが監禁されている場所はおそらくそこだと思います。地図と行動ルートをお渡しします。これはどういう意味です？リタさん、もう一つ欲しいものがあります。あの目、ハイヘビの目が欲しいです。
仰せのままに。これであの子は最後の自由を手に入れられる。ああメイさん、これ以上遅れますとキアナさんがあの実験室で辛い思いをするかもしれませんよ。ではこれにてお別れといたしましょう。次に会う時はその刀が私の首筋に当たることがないよう願っております。解毒剤の件はこれで一段落ですね。次はエオス号が一体どこに隠されたのか調べましょうか。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。ちょっと不安か。準備できたよ。
キアナ、キアナ・カスラナ、目を覚ませ。今のテストでお前はほんの1秒にも満たない時間しか気絶しなかった。お前の体は奇跡の塊のようだ。どんな苦しみを与えても元に戻る。まだ話せるか。あんたたちの実験、研究室での実験はどれくらいの人が生き残れるの？数が気になるのか。空のリッチャーにとって死亡者の数など晩餐の後の食卓にあるパンくずのように意味がないと思っていた。答えが分かったら教えよう。その時まだ私の声が届けばの話だが。次の項目、リッチャコアと身体組織の接続反応。してくれた未来に自信が湧いてきたぞ。成功といえば、あんたたちが天命のワクチンを盗んでバルキリーの敵になっていろいろしたのに。ゾンビの他にこの都市で成功を持つ人間を一人も見なかった。あんたの計算はきっと間違ってる。実験サンプルに対し専門的な問題について討論するつもりはない。だって馬鹿げているだろう。の小数点を間違えてるかもしれない。私もテストの時によく。
前は運に恵まれた虫けらだ。神のような力を手に入れればこの世の全てに口出しできるとでも思っているのか。これは人類の運命を変えられる素晴らしい知識だ。そのようないい加減な比喩で、この深刻な話を愚弄するのは許さない。ワクチンの改造も、どれほどの崩壊エネルギーを使えばこの都市にいる人々の精魂を完全活性化できるかも。それらの鍵となる知識は、私のような非凡なる才能の持ち主以外に理解できまい。エネルギーはどこに放たれる？都市の中心？それとも郊外？質問が多すぎる。テストを飛ばして解剖を始めるとするか。これっぽっちの答えのために無駄な時間を費やしちゃったよ。これ以上情報は得られないだろうし。嘘泣きは女の子の必須スキルでしょ。あんたのテストも言うほど痛くなかったし。覚えておいて、今日私が壊すのはこのガラスだけじゃない。あんたたちの成婚計画もだ。あんたは自分の犬頭に気をつけなさい。
丈夫なの？こんなこと言うのもなんだか変だけど、あいつが与えた苦しみ。準備できたよ。場所じゃないよ。私はとにかくここは危ないの。キアナちゃん。
怪我してる。帰ろう、ハイペリオンに。学園長たちもあなたを待っているわ。ごめん、もうみんなを巻き込みたくないんだ。キアナ、今は過去を懐かしんでいる場合じゃない。敵が通路からこっちに向かってくる。メイさんにも戦闘準備をしてもらおう。メイ先輩、少し時間が欲しいの。まずはここを出て、この都市の危機を解決したら。話をしよう。リタさんから情報をもらってここに来たの。だから事情はもう把握してるわ。でもキアナちゃん、これだけは分かってほしい。私もハイペリオンのみんなもずっとあなたを待っているから。館長。
ですか。信頼していただきありがとうございます。さっきの実験室で、あの犬頭をかぶったやつが計画を漏らした。ワクチンを改造して人体の精魂を活性化させる他に、ヨルムンガンドは都市レベルの崩壊災害を起こして精魂の完全活性化をするって。詳しい時間と場所はわからない。ここを全部探しても計画を止められないわ。場所は把握しましたよ。キアナさんは元気なようで安心しました。彼女を捕まえるというなら、私がそれを許しません。メイさん、落ち着いてください。この都市では同じ戦線にいると申し上げたではありませんか。先ほどキアナさんがおっしゃったヨルムンガンドが崩壊災害を引き起こす計画、その後半部分は大方察しがついています。崩壊エネルギーの使用が厳しく管理されているこの都市では、本来なら大型崩壊を引き起こせるほどの力はありません。しかし検査を受け、合法的に都市に入ったものなら話は別です。特に崩壊エネルギーを駆動システムに使う大型の乗り物、例えば私の戦艦エオス号は最高の餌になります。つまり、あいつらはエオス号から崩壊エネルギーエンジンを外し利用しようとしているのでしょう。研究士の市民に最大限の影響を与えるため、そのエンジンは都市中心部の信号塔の上に設置されています。
保護ケースを外し、エンジンを一定時間オーバーロードさせれば、巨大な崩壊エネルギーを放つ次元爆弾となり、ボン。その後はいくら調査しても、天命は言い逃れできないでしょう。これ以上、ここで時間を無駄にはできないね。ええ。しかし、相手もこのまま私たちをここから出すつもりはないようです。キアナさん、あなたが私に言ったことを覚えていますか？災害を止めることは逃げることよりも重要なことだと。私がお相手します。爆弾の解除はよろしくお願いします。わかった。あの時、助けに来てくれてありがとうございます。これで借りを返します。疲れを取るのは休息が一番ですね。応答するのが遅すぎではありませんか？デュランダル様に捕まっても知りませんよ。ご用でしょうか？
準備できたよ。ここは私のほく。誰にも邪魔させない。準備できたよ。メイセ、大丈夫。キアナちゃん、私に構わないで、集中して。どいて。今ならまだ間に合う。あんたたちの計画は人助けなんかじゃない。虐殺だ。虐殺？第二次崩壊を引き起こし、人類史上最大の人殺しが。お前のような化け物に、私たちをとやかく言う資格がどこにある？お前のせいで死んでいった人の声を聞いたことがあるか？崩壊エネルギーに感染して死んでいく者。主人の死に悲しむ女たち。親や兄弟の元から引き離され、傭兵にされた子供たち。彼らの叫びも、彼らの泣き声も、お前に聞こえるわけがない！
実験が成功すれば、人類はもう二度とお前がもたらす全ての苦しみに耐える必要がなくなる。もう一度言う。どいて！ここは私のホームグラウンドだ。殺すがいい、空の律者。今までお前が平然としてきたように、実験はもうすぐ始まる。今さら何をしても結末は変えられない。お前の足止めはできた。この戦いは私の勝ちだ。ここまで来たっていうのに時間がないなんて。
きっとまだここを出る方法がある。ここに閉じ込められるわけにはいかない。キアナ、空の律者の力を全開放しよう。あなたがするべきことをするんだ。ありがとう、委員長。勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。
私の相手をしてる暇はないの。これが私の約束。